ジュリエットは天皇星の第11衛星である。ジュリエットは1986年1月3日にボイジャー2号が撮影した画像の中からボイジャーの画像解析チームによって発見された。発見は同年1月16日に国際天文学連合のサーキュラーで公表され S1986U2 というカリフ号が与えられた。 その後1988年6月8日に、ウィリアム・シェイクスピアの儀曲、ロミオとジュリエットのヒロイン・ジュリエットにちなんで命名された。また、ヨーロネスクシーという確定番号が与えられた。ボイジャー2号が撮影した画像の中では、ジュリエットは長軸を天皇星の方へ向けた細長い物体として映っていた。 ジュリエットの長軸と短軸の比率は0.5プラスマイナス0.3と非常に細長い形状をしていることがわかっている。また、表面は灰色である。測定されたアルベドは0.08と低く、表面は新型小惑星に見られるような暗く編成していない炭素豊富な物質に覆われている可能性がある。ジュリエットは、速攻的特徴や軌道要素がよく似たビアンカクレシダ。 デズデモーナ、ロザリンド、ポーシャ、キューピット、ベリンダ、ペルディータと共にポーシャ群を形成している。ジュリエットを含む内側の衛星のいくつかは長期的には軌道が不安定であることが示されており、ジュリエットは今後400万から1億年のうちにデズデモーナと衝突する可能性があることが指摘されている。ありがとうございます。